セコマカレーヌードル、製造はエースコック。揚げ麺で粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は幅2ミリ弱で強い扁平形状です。ラーメンではなくヌードルっぽいひらひらした舌触りで若干の気泡感があります。でも歯ごたえは意外に粘りがあり、ひろわで頼りない食感ではありません。量は少ないです。スープは軽いとろみがついたチクチクした刺激があるカレー味です。辛さはほどほどです。動物性のうまみは十分ですが、あまり濃厚という感じではありません。その分気軽に食べられる製品になっています。具は玉ねぎが個性的です。ひき肉は細かくてありがたみが薄いです。じゃがいもはいいアクセントですが、もっとたくさん欲しいです。この品を作ったエースコックは、自らも東北限定のカレーヌードルを持っていますが、それよりもあっさりしています。みんな大好き